かなお両ょうごんかなおから1921年3月23日は、幕末から大正期の僧侶、政治家、衆議院議員、幹線県知事、救命、り言。う続籍は、広島県平民。秋国沼田郡、相田村の西殿寺に、かなお方言の長男として生まれる。万延元年12月27日に特度を受ける。 広島反抗学問所で甲野印に軽視を学ぶ。1873年7月13日に静電寺住職を軽職した。その後、本山に出資し、数密書記、大阪教務所幹事などを務める。自由民権運動などを背景に、教団内の改革運動が起こり、カナオは一般末寺僧侶の宗正参加を主張し、1881年成立の、 テラ法に反映された。1882年6月から、ストック教社の援助により要望し、オックスフォード大学などで各国の宗教、政治、教育などを学び、1885年2月に帰国した。この間、オーストリアのローレンツ・ホンシュタインに立憲制度について学んだとされているが、直接的な記録は今のところ見出されていない。1890年7月、 1> 第1回衆議院議員総選挙に、当時の衆議院議員選挙法の規定により、僧侶に不選挙権がないため原則し、広島県第3区から無所属で出馬し当選。以後、第4回から第6回まで当選した。1898年8月3日、第1次大熊内閣により、富山県知事に登用された。1899年8月の大火。 同年9月の大水害の復旧に尽力。道路の整備、消防力の強化、建築基準の設定などを進めた。1900年1月19日、知事を休職。同年9月8日、島根県知事に就任。同年11月の県会で、県金庫に松江銀行と農工銀行を指定する意見書が採択されたが、金尾知事が、 県会の権限外であるとして、取り消しを命じ、県会が行政裁判所に訴えた。このことから県会との対立が続いた。1901年11月16日、金尾知事が中学校の三分校設置を約束したにもかかわらず、何ら見県会に提案がないことから知事不信任案が可決され、同年11月28日、内務大臣は県会の解散を命じた。 1902年10月4日、教科書疑獄事件などの関係で知事を給職となった。教科書疑獄事件では、管理収賄罪に問われ、重禁錮3ヶ月15日の判決を受けた。その後、第10回衆議院議員総選挙で返り咲き、第12回、第14回総選挙でも当選した。住所は、広島県朝郡三崎町。ありがとうございます。